言及されてきませんでした。巨大ジャガーの神殿に日本で初めて入りました。高さ55メートルのピラミッド、マヤの全ての遺跡群の中で最大級の建造物です。内部への入り口がピラミッドの中腹にあります。でも中は原則崩壊していません。入り口は石で封印してありました。遺跡保護のため厳しく規制されている内部にいよいよ入ります。私についてきてください。気をつけて。取材が許されたのは世界でも数回、もちろん日本のテレビでは初めてです。案内された空間には大きなレリーフがあり、下にも彫刻がありました。下の階にあったのは失敗で作られた大きなジャガーの仮面でした。上に目があります。この中に人間の顔が、これはジャガーを擬人化したものです。ジャガーはマヤの人たちが崇拝していた神様です。アメリカ大陸で最高のジャガーはマヤ文明で崇拝されてきました。わずかに残る赤い塗料からかつては鮮やかに着色されていたと考えられています。再び上のフロアへ。ピラミッドの中に横たわっていた幅20メートルのレリーフ、何を意味しているのでしょうか。これは聖なる山に捧げられた祝福のレリーフです。巨大レリーフを縁取るのは天空の帯、その下に雨の神チャークが浮かんでいます。隣には蛇の体と鳥の羽を持つ怪物のような生き物、この生き物が住むのがマヤ人が考える天上界。巨大レリーフは天上の世界を表しているのです。
の下には死者が赴く地下への入り口が開いています。地下世界への入り口の左右にジャガー氏、その上にレリーフ。これは紀元前300年頃に完成した最初のピラミッドの一部でした。その後ピラミッドは王が死ぬたびに増築、1100年かけ今の形になったのです。古代マヤ人はピラミッドを聖なる山に見立てました。